吉田さん、タイトル見てください。楽っていう字はね、もともとこれから来てるようですよ。苦しむ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 、要するにらっていうのは並べるって意味なんですけども、並んでいるとかね、いっぱいあるって意味なんですけども、苦しみがたくさんあることが楽らしいんですよ、もともとはね。おかしいですよね。なんでなんでしょうね。というのがね、楽の語源ってのは様々あるんですけども、苦しい人がこの苦しみから逃れたらどうなるだろうっていうふうに考えたのが楽っていうね、苦しみの裏返しだったみたいなんですよ。ただやっぱり人間って自由が本当に楽なのかって言ったらそうではなかったりするんですよね。自由だと何を選択していいかわからない、選択した結果それが不幸になったら嫌だなっていうことから、やっぱりね、ある程度の選択肢を指示された方が楽みたいなんですよね。ね、全部自由だよって言ったら何すればわかんないみたいになっちゃう人が多いみたいですけども、これとこれとこれのうちの一番気に入るのどれって感じで選択されると楽に選べたりするわけなんですよね。まあ強いて言えばこっちかなみたいな感じで選択肢を示されるとどうも楽みたいです。その中でね、私は3つの T って話しましたけども、逮捕されて牢屋に入ってる状態、これね結構きついと思いますよ。牢屋に入ってる時ね、まあ小さいことかもしれませんけども、例えばね、脂っこいステーキ食べたいなと思っても食べれないんですよ。自分で選べないわけなんですよね。で、何が出てくるか朝昼晩食事わかんないんですよ。で、出てきたものを食べるしかないんですよね。私好き嫌いがなかったんで別に良かったんですけども、ただ少ないか多いかって量も選べないんですよ。だからそれはちょっとねきつかったですね。なんかすごくね、味気ないものだったりとか、同じものが続いたりとか、寒いのに汁物がなかったりとかね、それは結構苦痛でしたね。だから私が思う楽っていうのは選べるってことかなと思うんですよ。で、その選択肢の中に自分が良しとするものがいつも含まれてる状態かなと思うんですよね。まあ例えばね、他の例えで言うと、牢屋の話を続けるとね、私の場合は釈放する期限が大体目星がついてたんで良かったんですよ。まあ1ヶ月頑張ろうと思ったんですよね。でもなんか無期懲役って結構きつくないですか。いつ出れるか分かんないみたいなね、最低30年みたいならしいんですよ。今は無期懲役は最低30年 でそれを逃すとなんかプラス15年になるらしいんですよ、無期懲役ね。嫌ですよね。そうなったら自分が何を思ってもどういう風な夢があってもどう反省しても牢屋から出れないわけなんですよ。まあ相当なことしないと無期懲役にならないと思いますけどね。それから別の例で、まあ、ちょっと不遜な例えかもしれませんけども、結婚する相手はね、例えば妥協して、まあ、この人でいいかってなってするじゃないですか。その後ずっと続きますからね。それは楽かって、その時は楽だけども、日々なんか楽じゃないのかなと思うんですよ。もちろん愛するべき努力をできる点はあると思いますけども、一手間かかるかなっていうところなんですよね。まあ、変な例え申し訳ないですけども。で、楽に生きたいっていう風な発想みんな持ってます。でもその人なりの楽の定義がない時にその言葉が出ちゃうと、まあ本当に言うだけになっちゃうんですよね。とりあえず今は嫌だ、でもどうすればいいのか分かんない、どこへ向かえばいいのか分かんない、どこへ向かえばいいか分かんないから何をすればいいか分かんない、結局何もやらないから今の状態が続く、あ、楽になりたいって思うだけなんですよね。楽に生きたいっていう風にね。だから明確に自分にとっての楽は何かなっていう風に明確に考えてゴールを設定すると、とりあえず向かうべき道は見えるんですよね。あとは一つ一つその道を歩んでいくだけかなと思います。借金が3000万あっても、あ、じゃあ借金をなくそうかなと私が思い立った時、何をするかって言ったら金を稼ぐっていうね、明確な道が立てられたわけですよ。でも金を稼ぐのに普通の人みたいに35年ローン組んで3000万返すなんてことは全然思いつかなかったんですよ。これできれば3年とか5年で返してやりたいなと思ったんですよね。で毎月100万返したらどうなるかなと思ったら年間で1000万とか返せるわけですよ。だったら3年で済むなと思う中で、無理じゃないだろうと、世の中にはそれこそね、月収で1億2億って人もいるわけだから、じゃあその方法を知ることによってその方法をやっていけばいいんだろうなと思ったんで、その時一番身近にあったネットビジネスってものをやったんですよね。そしたらまあそうなった、3年で1億なんて1億3800万はぶち抜いたということで、あ、金って稼ごうと思ってそのルートが分かればできるんだって思いましたね、その時はね。ほとんどの人は金を稼ぐルートがまず分からないことと、それを教わったところで本当にそうなるかどうか分からない、だからやらないってことなんですよ。私の場合は分からないからやるっていう発想なんですよね。分からないんだったら、やらなかったらもっと分かんないままだから、できない時にできないっていうとできないままなんで、できないからこそできるまでやり続けるとかね、分からないからこそ分かるまでやり続ける、そうすると自分の人生は困難がなくなってくるっていうんですかね、困難はあるんだけども困難と思わなくなってくるんですよ、どんなことも。じゃあ
YouTube の動画をこれから1万本作ってくれって言われて、1万本いいっすよみたいな感じですよね。もうやってきたことだから、まあできるだろうって感じですよね。ただ期限がいつになるかって問題ありますけども、まあこの億万長者合宿のね、ペースをやってみれば、1ヶ月今200話とか言ってますよね。じゃあ5ヶ月で1000話くらいいくなと思ったら、確かに、3、4年かかれば1万本くらいいくんじゃないかなって思ったりするわけなんですよ。もちろん、どんなもんでも1万本良ければいいっていうんだったら、それはね、1ヶ月終わらすこともできると思いますけどね。まあ、そんなところで今回ですね、楽の語源は、実は苦しみから来てるっていうこととね、あとは楽の定義を自分でしない限り、そこに向かうルートは永遠に見えないってこと、これをちょっとお伝えしたくて動画にしました。いってらっしゃい。